市の官邸前抗議、これで終了します。首都圏反原発連合から、お知らせがありますのでお聞きください。皆さんお疲れ様でした。本日は、約、1000人の、皆さんがご参加されました。お疲れ様でした。明日はもっと寒いみたいなんで、今日でまだ良かったなと思いますが、寒いので皆さん、温まって風邪を、ひかないように気をつけてください。反原連からの、告知を3つお知らせします。まずですね、今日新着の、黒いフライヤーがあるんですけども、0311再稼働反対、首相官邸前抗議、3.11 追悼、脱原発社会実現への新たなる決意ということで、ちょうど3月11日が金曜日になりますので、いつもの18時半開始の官邸前抗議と国会前の集会、18時から開始で20時まで、官邸前では抗議、国会前の方では著名人の皆さんや政治家の皆さんを超党派でお招きしまして大集会を予定しておりますので、こちらやはり原発事故のことをみんなに忘れない、そういった決意もあります。いつもよりも大勢の皆さんのご参加をよろしくお願いいたします。それからですね、2月14日、ちょうどバレンタインデーになるんですけども、こちらは反原連が事務局をやっております安倍政権の実行委員会、これで、安倍政権の0214大行進渋谷、これ開催いたします。反原連の方でもやっぱり原発を止めるためには安倍政権に退陣いただくしかないという、そういった考え一致しております。それでこの実行委員会も参加しておりますが、大きなデモにしたいと思います。13時に、代々木公園の、欅並木の、渋谷側に集合してください。でデモ出発は、14時、午後の2時を予定しております。こちらもぜひ、大々的にご参加ください。それからですね、3月なんですけども、3月の26日、3月11日は反原連で官邸前、国会前大集会やりますけども、3社、共催、ノーニュークステイ、これしばらくやってませんでしたが、さようなら原発1000万人アクション、それから原発をなくす全国連絡会、首都圏反原発連合、今回は、それに加えて、反原発運動全国連絡会という、グループも、4社で、これノーニュークステイ、これは代々木公園でやります。他に、福島のいろんな団体も協賛に入っており、協力に総掛かり行動実行委員会が入っております。3月26日まだ、正式な告知は始まっていませんが、まあ、来週あたり、フライヤーをお配り、することができると思いますので、こちら本当に大きい、集会とデモを、予定しておりますので、ぜひ、まだ先ですけどもご予定を開けておいてください。それからの寒波の、お願いを、し忘れておりましたけども、毎週経費かかっておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。それでは首都圏反原発連合から以上です。それでは反原発関係の告知に移ります。どうぞ。はい、皆さんお疲れ様でした。再稼働阻止全国ネットワークの木村です。3つ、高浜原発が再起動、1月29日と報道されていますが、その前にやるべきことはたくさんあります。ぜひご参加ください。24日に高浜現地でゲート前の抗議行動、そしてその後の集会があります。24日です。明日夜出るバスがあります。もしまだ余裕があるので行かれる方、ぜひお申し出ください。それから27日に大きな行動、関連への抗議行動が2つあります。大阪で、中之島にある関連本店を包囲する行動が4時から8時まで、夜の4時から8時まであります。それと同時に東京でも関連の東京支社の前、あれは内幸町ですか、そこで抗議行動が行われます。こちらにもぜひご参加ください。そして大阪へ行かれる場合には、補助が出ます。1万円出ます。それも早めに申し出いただいたら出ますので、それにもぜひ東京でも結構ですし大阪でも結構です。ぜひご参加いただきたいと思います。24日27日高浜を止めるための、まあ、精一杯の声を上げたいと思います。ぜひご協力お願いします。よろしく。一つご注意を忘れてました。今日風が強いので缶とか瓶とか置いて帰ると思わぬ怪我になりますので、必ずお持ち帰りください。以上です。他に、告知等はありませんか？大丈夫ですか？なかったら、マイクを落とします。お疲れ様でした。